こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日使うカメラは富士フィルムの X106 を使っていきます。かっこいいカメラですね、はい、でフィルムシミュレーションはせっかくなのでリアラエースを使っていきたいと思います。設定なんですけれども絞り優先モードで撮っていって、まあ、絞りは結構絞り気味の8で撮ることが多いと思います。ぼかしたいときは2まで開放にして使ってみたいと思っています。シャッタースピードと ISO 感度はもうスナップなのでお任せでオートで撮りますのでサクサクと撮り進めていきたいと思います。それではまたネックマウントにつけて歩いていきますのでどうぞご覧ください。
どうでしたでしょうか。なんとなくスナップの感じは伝わりましたでしょうかね。今日は本当に天気も良くて、また緑も綺麗な日だったので、リアラエースの色もとてもよく出てるんじゃないかなと思います。またですね、今度違うフィルムシミュレーションでも試してみたいと思いますので、次の動画もご覧いただけたら嬉しいです。今回もご覧いただきありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。